謎のワープ事件。2年前、父が亡くなる直前まで調べていた事件。気づかない間に町の別の地点へ突然移動する。同じ一定の距離を繰り返す。まるで何かの訓練か、実験のように。イボルバーとは、超進化人類。進化を遂げた遺伝子がもたらす特殊な能力を持つものです。いつも誰かが助けてくれるとは限らない。しっ、騒ぎになっちゃうから。あなたは人を夢中にさせる超能力者みたい。奴らの組織はイボルバーを狙っているんだ。あの子、追われてるみたいだった。何なんですか、その組織って。ブラックスワン。同じ場所に留まるためには全力で走り続けなければならない。クイーンは走り続ける。彼女の宿命であるがゆえに。私ね、5歳より前の記憶がないの。初めから奴らの狙いは俺じゃなくて彼女に、これを見せるためだったのか。俺は誰の指図も受けない。真実を知ることが必ずしも幸せかどうかはわからない。あの日君が俺に力をくれたんだ。お前は俺に命をくれた。必ず取り戻してみせるさ、どんな代償を払おうとな。思い出せるよ、きっと。君の求めていた真実を瓶の中に閉じ込めたあの日の約束を。